テーザー銃ヘラジカには効果なし。生物学者とアラスカ州政府漁業狩猟職員がメスのヘラジカの首に巻きついたロープを外すためにテーザー銃を使って電気ショックを与えましたが失敗しました。いいね、さすが10分間だね、日刊ゲースニュースもサクッとしてる。サクッと参りましょう。それだけで終わっちゃうからな、ニュース読んでるだけで。そうですね、ヘラジカがテーザー銃に、まあ、テーザー銃はヘラジカに効かないと。結構まあテーザー銃出てきますね、この番組よく。そうです、大好きですね、テーザー銃。だいたいテーザー銃が何か分かったよ。そうですね、そのビリビリビリってするやつな、ミャーンと針を打ち込んで電気やるやつですねテーザー銃を鹿が鹿としたとそういうことで、鹿とした鹿としたと。はい、じゃあ次早いな、ね、鹿とってなんで鹿とっていうか知ってますか。まさか早めに出してきますからね。鹿は関係ないでしょうけどね。いや、鹿関係あるよ。花札、これ本当どっちか分かん、覚えてないんだけど、はいはい、調べとけばよかった。花札の鹿あるじゃないですか。モミジありますね。イノシカショウ、モミジでしょ、はいはい、あれ10月なんですよ。はい、そうですね。鹿10で鹿とっていう風にいう説と、あの花札っていうのはその鹿が東を向いてるじゃない。そうですね、東を向いてることなので、はい、だからあの鹿が東を向いて鹿と、まあ、どっちにしろ花札なんだよ。あ、そうなんですか。花札から来てるっていう話。ヘラジカとしてる、まあ、ヘラジカっていうのが鹿なのかどうなのかはよく知らない鹿なんだろうな。もうあの角が結構でかいやつですよね。だって分からない。だってカジカ、もしカジカだったら魚なわけじゃないですか。カジカ違いますね。アシカだったらあんなでかいやつじゃないですか。鹿じゃないですね。っていうふうに考えたら、ヘラジカって全然鹿だと思ってるけど。すごいな、でも、その電気ショックを与えた、驚いただけで逃げたということで、テーザー銃が効かないと。はい。そんな短絡的に決めていいんですかね、これ。そんな問題じゃないと思うんですよ。たまたま分厚いやつだけだかもしれないですからね。うん、まあ、でも、動物の生態って結構、我々知ってるようで知らないからね。ほうほう。なんだ、カモノハシあるじゃない?いますね。あれ、卵を産むじゃない?そうですね。まあ、それだけで不思議だねって言われてる。くちばしがあって、はい、哺乳類で卵を産んで、はい、あれ、母乳の出し方もすごいらしい。お腹に滲むんだって。お腹の表面に母乳が滲むっていう。それをくちばしで取るっていう子供は。ほう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 。だからね、結構分かってない動物っているわけですよ。最近じゃないですか、タコが予言できるってことも分かった。まあね、まあまあまあ。予言できる。喋ってるとね、メールが読めなくなるんで。やらないでしょうか。かつきさん、行きましょう。ゲーセン無駄、こんばんは。こんばんは。復刊第2回目ですね。先週です。先週ですね。ありがとうございます。今週日曜日ということは、これから毎週日曜日と思ってよろしいでしょうか。多分今日日曜日ですけど。はい。違いますね。日刊になったんですよ。日刊になりましたね。ガラガラと崩れていってるんですよ。392回から393回目が日刊ですよ。はい。っていうふうに考えたら、明日もう394回目でしょ。そうですね。この習慣で積み重ねてきた400回の歴史が。はい。もう、これから先、カツ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 と、これまでの7、8年っていうのが、随分と早く回っちゃうんだろうな、積み上げてまいりましたからね。思ってるんですけど、これいこうかな。千鶴さん行きましょう。はい。元帥武田さん、こんにちは。こんにちは。先日、日比谷公園のダヴィンチミュージアムに行ってきました。はいはい。ダヴィンチといえば、モナリザなど、絵画や飛行機の設計図が有名ですが、総合演出家でもあり、そうなんです。舞台結構やってますから。舞台装置や衣装も作成していたそうです。展示品の中にはスポットライトとか舞台上のものを動かす道具などもありました。他にもロボットや印刷機、3D の元になるような作品もあって。1500年代頃の人間がそんな発明品をたくさん作っていたことに感動しました。元帥の趣向を凝らした舞台が見れるのも彼のような発明家がいたおかげなのかもしれませんね。まあ。あら。西洋でいうところの平賀源内ですよ。なるほどね。出てきてる、出てきてるって。だからいつも東洋のダヴィンチっていうふうに。そうですね。平賀源内。じゃあ西洋の平賀源内。平賀源内でしょ。そうなんですけども。でも、あれですよ。平賀源内もすげえなというふうに思うんだけど、それ語り始めると長いので。だって、あの時代、結構いろんなすごい発明、平賀源内だけじゃないぜ。はい。あの飛行機にしても、お殿様の頭上を飛べないっていうだけの理由で、実際に作れなかったりとか。
そういうのがあったんだよ。だからライト兄弟とかいろんなものより先に、はい、あの飛行機飛んでたかもしれないんだぜ。あ、そうなんですか。うん、あので後で考えると理屈上は合ってるんだよそれ。飛べもあの、飛べたんだ。いや、もしやって、まあ、飛べたかどうか分かんないけど、うん、理屈上は飛べたはずなんだよ。もし設計図通り作ったらっていうのが、そういうのが発見されたりもしてますが。へー。ちなみに、レオナルド・ダ・ヴィンチってあれですよ。なんだ。レオナルド・ダ・ヴィンチって名前だと思ってるじゃん、みんな。え、あれは、ね、違うんですか？ヴィンチっていう村の、レオナルドさんなんだよ。へー。ヴィンチ村のレオナルドさん。レオナルド・ダ・ヴィンチっていうんですよ。あ、そうなんですか？のところのっていう意味があるんだそうですよ。へぇー、うん、知らなかった。あの、結構この博物館好きそうですから、はいはい、上の界隈、またフグイス谷界隈には博物館がたくさんありますので。なるほど。今週末が発売日になります。お、東京キネマクラブ。ありますね。もしよろしければ、ぜひ来てくださいませ。あと1個ぐらい行けるかしら。お、参りましょうか。あと1個ぐらい行けるかしら。あと1個ぐらい行けるかしら。これぐらいのとこかな。じいさま。お、原水ムーミン注意、こんばんは。こんばんは。実はまだ復活した週刊原水を聞けていません。なんです。というのも、我が家にインターネットなるものが普及していないのです。ただいま、第3次インターネット戦争勃発中なのですが、この戦い若干長期化の恐れが、前回の放送を残していただくださっているようですが、これはどのくらいの期間でしょうか。少しでも長く残してください。YouTube になりましたんで。なるほど。YouTube がなくなることがあります。すべてがなくなってしまう。なるほど、なるほど。ということだけど、そうそうなくならんだわ、これは。なくなってもらいたくないですね。うん、だから、大丈夫です。なるほど。ただ、この前、これが393回ってことは、はい、この前どうなってたんだろうっていうふうに、興味を持ってくださった方がいて、はいはい、ちょっと頑張ってみてください。いろんなところにあると思います。なるほど、なるほど。古いのも残っている。らしいので、ほう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 、またよかったらお会いいたしましょう。お相手は原水ごと楠本修正と、ムータンこと武藤優作でした。これが言えるぜ。また明日。